千代金丸の複製品、千代金丸は16世紀に作られたとされる日本刀である。日本の国宝に指定されており、沖縄県那覇市にある那覇市歴史博物館所蔵、琉球国王直家に伝来した三振りの宝剣の一つ。文化財指定名称は金総宝剣をらい刀身無名。伝来は千代金丸宝刀の由来によれば、昭和により攻め滅ぼされた北。 三能義康友の所持した宝刀で、城を守りきれなかったことに怒って、守護の霊石を切りつけ、さらにこの刀で自害しようとしたが、主の命を守る霊力が込められた刀であり、死にきれず、銃艦側に投げ捨ててから命を絶った。これを、伊部屋の住人が拾い上げて、中山王に献上したという。なおや、当主、小広氏より平成七年、平成八年に、 同家伝承文化財が沖縄県那覇市に寄贈され、平成14年に三リとも琉球王家名古屋伝来品の一つとして重要文化財に指定された。さらに平成18年歴史文書類を加えて琉球国王なおや関係資料として国宝に指定された。口述の伝承があるが、刀身は三リとも本土製の日本刀である。国宝としての指定は前日の通り、 なお家に伝承された文化財すべての価値を総合したものであり、単体での評価ではない。波長は71.3センチメートル。頭身は平らりで四胸、やや細身で先そり強くつく。地金は痛め肌流れる。波紋は事家人長、小互いの目混じり、足は入る。帽子はすぐに先尖り心に沿り、長く焼き上げる。彫り物は表裏に五本の細土 無名であるが、16世紀の作家という推定もある。こしらえの全長は92.1センチ。古代の株土立のような形の金星兜土金がついた柄で、春年の名が刻まれている。つばは、尺道地で、ボケ形のいたつば、四方に四、花形とイノシシの目形の透かしを入れ、と金毛彫り菊門を散らす。鞘は黄金色に輝く華麗なものである。柄は、 日本の朝剣にしては珍しく片手用で、琉球独自のこしらえである。ただし、太ちは、本来が馬上での使用を考慮した片手打ちであった、ことも考慮が必要である。千代金丸の唾には、手金丸の文字が刻まれている。おもろさ牛にも、宝刀、手金丸の歌があり、畜子だらは手金丸の別名と、研究されている。だらは、太郎の琉球方言なまりであり、転じて。 大切なものを意味する。畜生から来た封建の意味である。他所には、千代金丸が、手金丸であると記述されているが、この形状や、刀身の作成時期などから、千代金丸と、おさむ金丸の名前が入れ替わった可能性が提起、されている。千代金丸の別名に、十金丸があるが、東、女関順は、千代が、琉球方言なまりで、主と、 首切り妖刀の伝承はいくつか伝えられているが、そのうちの一つでは、おさむ丸こそがその妖刀であるという。その逸話の場合、首切り事件は、富城区で起こり、包丁を刀に打ち直したのはケアハゴンである。ただし、おさむ丸を所有していたのが、大村御天の茶炭王子であったとして、茶炭と結びつけられている。茶炭王子は、おさむ丸で、 黒金座すという様相を残殺し、その音量が沖縄民話の妖怪、耳切り坊主になったとされる。琉球での日本刀は重要な交易品であったが、その全てが本土製であった。丹野氏や金細工氏はいたものの、琉球時代を通して日本刀の投稿は見られない。ただし、薩摩で修行したという宮古島の成屋丹野の伝承がある。ありがとうございます。